米尾さんと後藤祐樹さんはいはいはい。の下りがめちゃめちゃ好きで、そこから、ウリカさんでしたっけ？の下りが超好きで、そこから見てますね。やっぱ4ですよね。やっぱ4からなんですよ、僕もどっぷりハマったの。それこそこの米尾さんとかがめっちゃ面白くしてくれて。正直、俺出てなかったら、多分あんままだハンデなかったと思う。いや、マジそうかも。自分で言っちゃうあたり、さすが米尾さんですけど。いや、言うでしょ、俺。井原しかいないじゃんだって思わなかった。まあ、それ、それ。今一緒共演していただいてるとかじゃなくて、ダッチです。何本当にそうなんでだす。ろう、米尾さんのこの魅力って。いや、なんか普通に自負してる、俺が盛り上げたって。でもぶっちゃけ今、どんどんまた魅力的な選手出てきてるじゃないですか、購買2期とか。まあ、122期はまあ特殊だから置いといて。ぶっちゃけちょっと危機感とかあるんですか？やべえ、ないちょっとし。購買2期の方が YouTube 盛り上がってね、みたいな。ないないない。あ、ないんすか？だって相手は全員5年後消えるっしょ。おお。5年後経たないんだよ。ブレイキングダウン終わったら終わると思うよ。米尾さんは消えないんですか？消えない。それは、その心は。コンテンツとしての料理があるから。ああ、なるほどね。僕がマッサージやるみたいなもんか。なるほど。だから今 TikTok もめちゃめちゃ伸びてんだよ。ああ、確かに TikTok のあの料理のやつめっちゃやばいっすよね。バズってますよね。ちなみに俺 TikTok の再生に関して俺かなり回ってるし、俺カイ君のフォロワーももう超えてるから。やば。いや、笠原さん、この方、今、これ演技してるかわかりませんけど、めっちゃちゃんと考えてるんですよね。すごい方っすね。いや、本当に。だから、なんだろう、フォーの盛り上げも、ちゃんと頭で、まあ酔っ払ってたとはいえ、いろいろ考えはあったんでしょうね。なんか、ブレイキングダウン出てバズってるやつだってちょっと勘違いしてて、なんか、月曜から夜更かしに出てくる名物おじさんたちと変わらないわけよ。で、それってもうなんか、月曜から夜更かし終わったら消えるわけじゃん。ってなったら、なんか、どうそれがなくなっても生きていけんのかみたいな、ところをちゃんとしないと、無理なんだよ。なんか、たまたまだった。あ、バズってる二人。これ、一緒にすんな。負けますよ。さすがに、もう勝てない。今日は、バズれるから。